こで始まる言葉で語彙を増やしましょう。星、本、骨。空には星が輝いていますが、地上にも星があります。地上で輝く無名の人々を星に例えて、人々の努力や挑戦を称える中島みゆきの地上の星です。この歌には励まされますね。他にどんな星があるでしょうか。芸能界の星、音楽界の星、スポーツ界の星、いろいろな分野で輝く人がいます。本についての言葉です。本は最良の教師。本からたくさんのことを学べます。独学の道は本の中にある。本は一人で学ぶときに大きな力になります。本は知識の宝庫。本の中には多くの知識が詰め込まれています。本を読むことは心の旅をすること。本を読むことで新しい世界や考え方を見つけることができます。骨についての文章です。彼は骨のある人です。強い心を持った人のことを言います。この仕事は骨が折れます。とても大変な仕事のことです。骨を折りました。転ばないように気をつけましょう。骨を強くするために外で運動しましょう。太陽に当たると骨が強くなるそうです。次の言葉は、包丁、本音、ぼんぼり。ぼんぼりという漢字は、ほんのりとした明かりという意味だそうです。料理で野菜や肉、魚を切るときに使うナイフを包丁と言います。どんな包丁を使っていますか？日本料理で使う包丁は和包丁といって、片刃、つまり切れる部分が片側にある包丁です。普段よく使う包丁は両刃、両方に刃がある包丁です。和包丁はよく切れますが、刃を研いで手入れをしなければなりません。ですから、普段使う包丁は、手入れが簡単な両刃の包丁を使うことが多いです。日本には、本音と建前という文化があります。社会的な調和を保ち、対立を避けるために大切な文化なのかもしれません。個人の本音よりも、建前で集団や社会の中で調和とバランスを大切にすることがあります。ぼんぼりというのは、木や竹の枠に白い紙を貼って、中に火を灯した明かりです。鎌倉の八幡宮では、毎年8月にぼんぼり祭りがあります。夜の境内は、有名人が描いた絵や墨絵のぼんぼりの明かりがとてもきれいです。
絵を見て行ってみましょう。漢字のリストです。星、本、骨、包丁、本音、ぼんぼり。ほで始まる言葉をご紹介しました。次の言葉もどうぞお楽しみに。それではまた。